皆さんこんにちは、ケンです。アミです。はい、本日はお待たせしました、ケンマミ初めてのプレゼント企画です。イエーイ。自腹です。はい、ケンの自腹で、はい、買ってきました。まあ自腹といっても、先月のケンマミ動画の YouTube 収益で買ってきました。はい、なのでこの、まあ、視聴者プレゼントの総額が先月のケンマミ動画の収益だと思っていただければ、だいたいそのくらいですよぐらいで、はい、はい、私も限界まで使ってきましたので、はい、ぜひお楽しみにしててください。じゃあね、早速ご紹介したいと思います。まずは A 賞、A 賞、前回の動画でキャノンデールブースで紹介した商品も含まれるセット内容となります。はい、なんだろう、はい、これは動画で見せましたね。お、秋吉さんと山本和弘さんが、推しに推してくれた、うん、キャノンデール限定のサコッシュです。うん、ここには EF エデュケーションファーストの選手の名前が入ってます。そのジャパンカップに出場した選手の名前、ジャパンカップっていうロゴも入ってます、うん、これはもうここでしか買えないですし、うん、まあ、黒白でシンプルですから、うんうん、めっちゃおしゃれなんですよ。なんかもうブランドを推してるってわけでもなく、うん、ただのおしゃれなサコッシュとなってます、うん、すごいデザインもシンプルで、うん、で生地感は、しっとりしてます。かなり高級サコッシュですね。これはよく無料配布されるようなサコッシュとは全然違います。でボタンはマットカラーとなっていて、こうやって開けむれます。でここがちょっと、まあ、私もいいなと思ったところなんですけど、うん、この中にこういう風にバックルって言えばいいのかな、うんうんうん、まあ、鍵つけたりとか、あ、なるほど、そういうのもできる。これ外側に出すこともできるし、中になので鍵を落とすことないんですよね。こうボタンで止めてこの隙間から落とすってこともない。あ、それはいい機能や。そう、うん、でまずこれ、うんうん、A 賞の内容ですね。で、うん、このサコッシュだけだと、うん、あれなので、うん、もうちょっと考えました、うん、次これも同じくキャノンデールブース、キャノンデールブースで手に入れたものになるんですけど、これ缶バッジ、白と黒のキャノンデールの動画を入っている缶バッジ、うん、で例えばこれどう使ってほしいかっていうと、まあ皆さんが持ってる服でもいいしバッグでもいいですけどこうやってサコッシュにね、うん、つけるとどうかなって分かる。私はここにこうやってやってて、こうやって2色つけると可愛いんじゃないかなと、うんうんうん、思うけど、うん、個人的には。なのでまあどういう使い道でもできるんですけど、うん、これも普段手に入らないような、うん、ジャパンカップ限定というわけではないですけど、うん、イベント限定の缶バッジを2つさらにつけます、はい、でこれだけだと、うん、キャノンデール推し、まあキャノンデール推しなんですけど、うん、まあ、まだつけたいよね。これだけじゃダメ、うん、太っ腹ですね。で次はまあ仮にキャノンデール推しじゃなくても、うん、これボトル、うんうん、自転車のボトル、これはJスポーツのブースで買いました、うん、でこれ何のロゴかっていうと、これツールドフランスのね、うんうんうん、今年の2019年度のツールドフランスのボトルになります、うん、かわいい。でこっちはマイオジョールヌ100枚目だったかな、うんうん、の100、うん、マイオジョーヌ100枚目アラフィリップが来たんですけど、うん、まあ、それをモチーフとしたこの2つを、うん、エリート製ですね。なんで結構引き出してこうやって飲むタイプで柔らかいし、うん、結構いいんじゃないですかね、うん、はい、でということで、ということでもう一回言うと、このサコッシュ、バッジ2つ、このボトル、ツールドフランス2019限定のボトル2つ、これも買えないの？これも今オンラインショップでは買えますが、今年しか買えないものになりますね。あ、そうかそうか、うん、今年のやつやもんね、はい、なんでジャパンカップ限定と、まあ、イベント限定、そして今年の限定のこの1、うん、まあバッジを買う1とカウントしてですね、サコッシュ1、バッジ2、ボトル2の5点セット、
5点セット、これを2名様に2名、はい、見てください。同じのが前に持って、はいはいはい、あとバッチ2個ね、うん、でこれ、うん、同じセットを2名様に、うん、A セットは2名様にプレゼントします。はい、本当にこれいいよ、うん、サコッシュだけでもね、よかった。なんか最初はですね、サコッシュだけとかこのボトルセットだけとか思ったんですけど、うんうん、まあやっぱり応募するにあたって、うん、こんだけセットがあれば僕だったら欲しい、うんうんうん、僕だったらちょっと見えない見えませんが僕だったらあのこれぐらいのセットできたら応募しようかなっていうものを、うん、まあ、セットにして組み合わせてやらせていただきました、ね、まあ、実用的よね、はい、うん、確かに、はい、で、前回の動画で言ってるように、うん、3名にプレゼントするっていうことを言ってたと思うんですね。ん ?3 名やった、うんうん、今の時点で何名分ですか、うん、1、2、2名分ですね、うん、で残り1名はこれ、マビックの限定 T シャツ、うん、めっちゃ可愛いんですよこれ。僕、私朝一で会場行って買いに行ったんですけど、うん、マビックカー、ちょっとレトロなマビックカーに、うん、自転車が乗ってその、うんうんうん、おしゃれな絵が描いてあるんですよね、うん、で後ろにも横にもロゴがちゃんと結構いい感じのものがついてます、うん、でこれ本当にすぐ売り切れたんですよ。私も並んで買ったんですけど、これ最後の1枚、これは M サイズです、うん、はい、うん、でちょっとサイズ感どんなんか分かんないと思うんで、うん、ちょっとまあ私初めてちょっと着させてもらうんですけど、生着替えです、生着替えですでこれちょっと注目してほしいのが、ただの、まあ、安い綿 T シャツとかではないです。何がっていうと、見て分かりますか、めっちゃ伸びる、伸縮性がすごい、着心地が良さそう、ピタッてこう着れるような、うんうん、自転車の時にも使えるし、ランニングとかそういった時にも使える、うんうんうん、これかなり伸縮性があって、スポーツ、アクティブなスポーツにも向いてるし、普段使いにも使える、めっちゃ可愛い。もう一回見せるとめっちゃおしゃれ。これでこれ私着てえなと思って買ったんですけど、うん、まあ、今回お土産はまあ、僕はいっぱいジャパンカップで思い出残し、思い出という名のお土産があるんで、でちょっと見えないけど、私、174センチで、まあ、体重70キロ前後を行き来してるんですけど、うん、結構、ちょっと鍛えたこともあって胸筋も腕も太いんですよ、うん、だけどもこうやってピタッて切れるから、まあそうですね、ちょっと180センチとかになっちゃうと、もしかしたらね、うん、ここの丈がね、丈が合わないかもしれないんですけど、ガタイね、ぽっちゃりしてる方、ガタイいい方でも着れると思います、はい、はい、ということで、まあ、B 賞はこの T シャツを1名様にプレゼントします。今これで、まあ、3名分になるんですけど、うん、実は商品の、まあ、値段的な話でいくと、うん、まあ、これも4000円から5000円の間の、T シャツです。で、まあ、動画内でちょっと見えちゃったんですけど、うん、まあ、サコッシュも2500円ぐらいしますし、ボトルも、まあ、まあ、1000円近くするものになるんですけど、それを2本つけるし、うん、バッジもね300円とかするものなので、うんうん、この、まあ、サコッシュセットですね、 A 賞も4000円から5000円の間、つまり4000円から5000円の間かける3、それが、まあ、我々の先月の収益ぐらいです。はい、もうズバリです。本当にそんなぐらいの収益をもらって、今回は皆様に還元という企画になります。はい、なかなかね、これ僕らのレベルだとこれぐらいしか、はい、実はっていうか、まあまあ精一杯、うん、
で精一杯やらせていただきましたので、ぜひとも今後もどんどん動画見てください見てください見てください、よろしくお願いします。今回はね、本当に今まで見てくれた人の日頃の感謝の企画ということで、まあちょっと やりたいなっていうことでやってみました。うんうんうん、こういう形でしかとりあえずね、そうですね、やっぱりこういったことがあると嬉しいと思いますので、うん、はい、まあね、どんなものであっても、はい、プレゼントが当たると嬉しいものですからね、はい、で最後に、うん、これまあいらない人もいるかもしれないけどもこれまあ私がちょっと一生懸命ちょっと写真編集の勉強してポストカードを作りました、うんうんうん、結構いい用紙に写真みたいな用紙のポストカードなんですけど、うんうんうん、そこに、まあ、直筆のメッセージを書いて、これをね当たった3名様の方に一緒にプレゼントと一緒につけたいと思います、うん、ちなみにこれしまなみコンっていう動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、うんうん、ケンマミのそのフォトウェディングの時の写真を使って、うんうん、ちょっと、まあ、頑張って私の方で作らさせていただきました、はい、でそこに、ケンとマミからメッセージを書いて、それもつけたいと思います。はい、はい、応募方法を言います、はい、まずはツイッターかインスタグラムをやってるのが条件。ツイッターかインスタグラム、をフォローしてください、うん、ケンインスタグラムはケンケンマミで、ツイッターはケンマミチャンネルっていう今表記にはしてあるんですけど、それにフォローしてください。今画像ここに貼っときます。これが本物です。はい、でまずツイッターの場合だとこの動画のツイートをコメント付きリツイートをしてください。でハッシュタグケンマミプレゼント企画っていう風にコメント入れてくれれば OK です。はい、でインスタの場合は、そういったリツイート機能がないので、うん、ケンケンマミのタグ付けをして投稿してください、うんはい、こういうプレゼント企画ありますよっていう風に、ストーリーじゃなくて投稿、ね、ストーリーじゃなくて投稿です、うんはい、ストーリーだと24時間しか見れないので、ストーリーズっていうのがあるんですけど24時間しか見れないからお手数なんですけど投稿にしてください、うん、なのでまあツイッターの方がもしかしたら楽かもしれないんですけど、うん、まあそれは私の配慮でちょっとツイッターやってない人もいらっしゃいますし、うん、インスタ逆にしてない人もいらっしゃると思うので、うん、どっちもできるようにしました、うん持ってない人はいい機会ですのでぜひ登録してみてはいかがでしょうか、うん、はい、今言ったのが SNS のフォローと、まあ、要はリツイート、あと拡散のお願いです。で次が重要なんですけど、この動画にコメントをください。そこには拡散してくださったツイッターのユーザーネームかインスタのユーザーネーム、要は拡散してくれた方ですね、を載せてください。そして次が最も重要なことを言います。次はケンマミに対する、何か動画の感想なり何も問わないです。メッセージをください。はい、今後こういった動画をしてほしいでもいいですし何でもいいです。でメッセージをください。で今回は抽選ではなくて YouTube の、メッセージをですね、我々2人が見て、まあ、グッときたコメントだったり、もしくは、まあ、僕らのどっちかの心が動いた、何でもいいんですけど、テーマは問わないんですけど、まあ、この人にあげたいなとか、わこの人本当に僕らのこと見てくれてるなっていう、今回まあ日頃のお世話感謝を込めてっていう企画なので、そういったメッセージを本当にお世話になってる人に届けるように、まあ、受けたい人に届くように、そうそうそうしたいからそれはもちろん関係ないので、今までまあコメントくれてなかった人もちょっと頑張って我々と同じ立場の発信者側、まあ、この動画のコメントに関しては発信者側として僕らに思いを届けてください。でそれは先ほど言ったこのメッセージカードにそのコメントの返信として書いて、しっかり一人一人 の当たった方に対してお届けしますので、よろしくお願いします。ということで厳正なる審査を
はい、します。行うということですね。はい、なので今回言いたいことは、まあ、抽選と違って、うん、私的には誰にでもチャンスがあると思ってます。うん、少しの勇気でコメントをくださることによって、もしかしたら僕らの心に刺さって、うん、プレゼントが届くかもしれない。そして、まあ、こういった風にね、うん、僕らも僕らは僕らで、ただプレゼントを渡すだけじゃなくて感謝の気持ちを、ここに記載して直筆で送りますので、ぜひチャレンジしてみてください。チャレンジ企画みたいになってるけどな。まあやっぱりね、見てるだけの方もいらっしゃいますから、今回は頑張ってちょっとやってくれたらなと思います。はい、いろいろ意見コメントがいただきたいということです、ね。まあ、僕らも交流していきたいし、僕のスタンスとしては、まあ、視聴者さんと一緒にライドっていうのも今後いっぱい今取ったるので出てきます、うん、はい、そういうふうに交流していきたいっていう思いもありますので、うん、ぜひコメントを一歩踏み出して、うん、まあ、将来的にはね一緒に走れたらいいなと、まあ、だから自転車を業界を盛り上げたいわけですよね。はい、私は自転車業界を盛り上げたいし、っていう思いがあります。はい、で最後は、まあ、まあ今後ですね、応援してくださる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけると励みになります。僕もそういったね高評価とかチャンネル登録者数が増えていくことが嬉しくて、動画がこんだけスピーディーに出せたりとか、やる気のモチベーションにつながっております。まあ、そこでしか測れないっていうところがありますからね、はい、チャンネル登録だったり再生の回数だったり、うん、もうそこがもうモチベーションなので、うん、私の、うん、まあ、見てくれてくださってるとかいうのは分かってるけど、うん、分かってるけどやっぱり、ね、では最後に、期間なんですけど、10月の29日火曜日23時までに、今申した条件をやってください。10月の、30に審査を我々が行って、10月31日に当選者にそのツイッターかインスタグラムで書いてくれたユーザーネームのにダイレクトメッセージを送ります。発送は我々持ちですので、安心ください。お金はかかりません。ただし、そのダイレクトメッセージ送るときに当然、個人情報をいただかないと発送ができませんので、まあ、名前とか住所とか電話番号ですねっていうのを教えられないよっていう人は今回の企画には参加することができません。未成年の方はしっかり親御さんの許可をもらって、動いてください。そして常識のある方でお願いします。まあ、お互いに個人情報を交換することになると思われるので、常識の範囲で受け渡しできるといいなと思います。はい、ぜひ、どんどんコメントください。熱いメッセージお待ちしております。それではバイバイ。